ございます。おはようございます。佐藤選手、今日はロッカーを案内してくれるということで、はい、早速行きましょう。はい、はい、お願いします。ここが検査場になりまして、はい、まあ、レース前、マシンの点検を検査員さんが打検してくれてます。で、大体2レース分ずつ、まあ、タイヤを集める検査出しっていうんですけど、ここで点検してもらって、不備がないか、レースにちゃんと出場できる状態かっていうのを点検してもらってます。もし不備があった場合は、はい、放送で、はい、川口の佐藤真也選手、検査場までお越しくださいっていう放送がかかって、はいはい、そうすると、あ、なんかトラブルだなと思って、うん、その同期だったり、うん、グループの人が駆けつけてくれて、はい、みんなでその場で直したりっていうことをします、はい、うん、あの検査の方が勝手にこう何かをするってことはないですね。はないですね。全て選手の方に見てもらって、はい、やっぱネジ1本例えばちょっと緩んでるとか、はい、緩みかけてるっていう時でも選手に声をかけて、うん、本人にしっかり締めてもらうっていうような作業になってます。なるほど。これが下見室になるんですけど、はい、本来は、はい、レース前点呼っていうのが行われて、出走前の選手が集まるんですけど、やっぱりコロナ禍っていうことで、あんまりその密室に集まるのが良くないんじゃないかということで、うん、今は、はい、あの下見室に集まる義務がなくなります。はい、選手は検査場に直接集合するっていう形に、うん、変更になってます、ね。はい、じゃあ以前まではこちらに出場する選手が8名、はい、揃って待っていたんですね。で、天候の希望者名前呼ばれて、はい、はい、みたいな感じで返事もしてたんですけど、なんかちょっと懐かしい今となっては、はい、じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。タイヤ削り場を、はい、誰かいらっしゃいます。ロッカーの中、はい、うん、何箇所かあるんですけど、うん、ここがタイヤ研磨室になってて、はい、レースタイヤ、練習タイヤとかタイヤを削る場所になってます。今の人に頼むが溶接とかしてもらえるんですよ、はい。あ、自分たちで、自分でもできますし、はい、やっぱあの私とかは自分じゃ、はい、できないんでお願いしちゃいます。それは、はい、頼んでもいいことなんですね。なんか全部オートレースってこう競争者は自分たちで全部っていうイメージがありましたけど、競争者に関してはそうなんですけど、はい、例えばスリッパの溶接とか、はい、そういう何ですかね、エンジンとかフレームに関わらないところに関しては手伝ってもらったりしてますね。あと工具、例えば工具を、そうですね、特殊工具を作ってもらったりとか、便利なように。あの方ですね、溶接をしてくださるのね。カーブは小マフラーになったので、はい、こういう風に、これはあの熱に行った時に辛くなって、はい、66番、でこれも66番っていう風に番号が書かれてて、うん、一応あの公平になるように毎回、うん、あの検査の方で抽選をして、うん、抽選票があるんですけど、うん、書かれてるので、ここに書かれた数字のマフラーを自分で持って行って取り付けるっていう。2レース締め切りました。連続開催でも毎回抽選なんですね、はい、そうなんです。やっぱりなんか不公平が出たらあれだからって言って、うん、今のところは毎回抽選なんですよ、はい、
ちが寺がしそうなんです、はい、まあ、川口は坂があってすぐ、あ、はい、からかけて矢印があるからね、はい、まあもちろん一方通行なので、はい、まあここ四走路を回ってる選手もいるんで、はい、ここで一回ちゃんと確認したりとかして出ていくっていう感じですね。まあ、グーグー回って調整するところに川口は屋内になるんですよね。そうなんです、最高です。最高ですか。でも外とのこう変化とか調整は難しくないですか。それはありますね。やっぱりちょっとこう、うん、地走路でかけると回転が上がってきても、はい、実際走路に出ると上がってないとか、そういう、はい、うん、ちょっとした変化もあったりするので、以前は、はい、時間も限られるんですけど、はい、走路でもかけられるような、はい、走路脇の方とかで、はい、あったりしたんですけど、はい、今ちょっと施設改修中ってこともあって、はい、音の問題とかもあって、はいはい、今はちょっと走路しか使えないですね。あ、そうなんですね。だからシビアな、うん、結構繊細な方は走路でかけてる方もありました。はい、はい、ここに喫煙所の感じ、あ、はい、ありますね。今は屋内も禁煙になってるんですけど、はい、こちらは、あ、もうここは使ってないですか。ただの休憩。あ、そうなんですね。何かピタリと止まりましたけど、何があるんですか。自販機は、自販機レース場によって値段が違います。川口はちなみに、川口はお手頃です。100円とかに。あ、そうなんですね。まだこれの紹介はいらないから。ここが選手ロッカーになります。まあこういう感じで、何ですかね、マシン調整したりとか、うん、少し奥には休憩スペースを作ってる選手が多くて、はい、ここで一日の大半を過ごしてます。はい、で大体一緒に整備をしている整備グループの人たちと固まってる作りですね、はい、うん、こちらがブルーコになります、うん、こういう感じでネジ1本かな、はい、ここで購入して、うん、すごい、はい、そうですね、奥には、うん、あ、すごい、今、デートを終わった選手は、はい、ロッカーに戻ってくるんですけど、はい、以前はみんなここで選手がみんな集まって、はい、デート終わった選手を見迎えてたんですけど、コロナ禍になって集まらなくなりましたから、うん、自分で自分のロッカーまで、はい、ここ直接戻っていくんですね。それではここで一着の選手を拍手で迎えたいっていう感じですよね。まあ、ロッカー見学ちょっと今できないんですけど、はい、やっぱりこうやって回ってさっきみたいにこう選手の方が、ね、はい、ロッカー見学してるときは、はい、手を振ってくれたりとか、そうですね、ありがたいですね。また再会できるといいですけど、できたらいいですね、はい、まだもうしばらくかかりそうですかね、うん、そうですね。まあ、でもだいぶイベントとかも、うん、あ、はい、再開している競技もあるので、うん、今日はすみません、お忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。